と分かりました。はい。群馬リポートに期待しましょうと。はい。9737東急ミッション、カピード O です。了解いたしました。どうも、ご苦労でした。ありがとうございました。なるだけ、まあ、民家のないところね、選んで、はい、そんなに神経使うことはないけど、はい、なるだけ民家のないところを選んで、2000フィートで持ってきてね、はい、で2000フィートで、たら今度上空でクイックストップのようにね、はい、速度をまず、待機速度0にするね、はい、その次、今度は待機速度0に移行して、はい、兆候を確認します。はい、じゃあ浅間山の方向けようか。はい。でもちょっとまっすぐ行ってね。はい。で、上限は2000フィート。はい、1000フィート。はい。で、あそこに見える白い山が浅間山ね。だいたい今日風あっちから吹いてるよね。はい。はい。まず風か見に気象を向けます。はい。800度。で、ね、だいたいこうね。で、目標はあの辺も起こって、それで、はい、まず、待機速度0に持ってね、はい、待機じゃなくて、そしたらまずずっと左下げて、はい、その分だけ右手で支えて2000フィートも減ってするね、はい、うん。で、速度減ってるの分かるでしょ、はい、で、ずっと岸上げてって、はい、うん。それで、50切った後、ちょっとあなた重いなって、ちょっとあなたがなんかすごいなんか硬いんだよな、はい、今日は俺デモだから。はい、うん、40ノット付近になってから、はい、でゆっくりスキットレベルに持っていく。はい、スキットレベル。で、今、ほぼ止まってるの分かる？はい。ね、これが待機速度ゼロね。はい。つまり、待機ではないよね。はい。これ今度は待機速度ゼロに持っていく。はい。そしたらこうやって、今、速度計ゼロだよね。はい、ゼロです。でぐずっとやってるとガタガタってくるのね。はい。来たら分かる？ガタガタってね。ぐずっと。そしたら、はい。体調を確認して回しする。はい。まず、基調を下げながら基調を上げていく。はい。で、60ノットで、はい。ストップスイングだね。はい。レベルにして、それから上昇。はい、上昇。じゃあもう一回やってみようか。はい。はい。待機速度ゼロにして、今度は待機速度ゼロして、はい、それで OG ホバーやって、はい、降下してきて、降下させて、バイブレーションを確認したら回復ね。はい。はい、じゃあ2000フィート。はい、2000フィート。表現セットね。はい。はい。じゃあ、減速ね。はい、減速。まず待機速度ゼロに移行します。はい。足もう少し楽にしてくれる？はい。で、ここでまだね、はい、右手戻さないの。右手はこう上げたまんまパイ入れてる、はい。そうすると止まるでしょ。クイックストップで一緒だよね。はい。で、ここで一旦まずスキッドレベルして、はい、これが待機速度ゼロだね。待機速度、はい。それから今度待機速度ゼロ移行しますと言ったら、はい、こうやって機種を上げてくる。はい。そうすると速度減ってくるでしょ。はい、うん、これが待機速度ゼロね、はい、それでこうやってやって下がってくると、はい、フォーカスしていくとガタガタってくる、これね、はい、これが兆候、はい、分かる？ガタガタガタってね、はい、ブルブルブル、それが兆候確認値、はい、それでリカバリー、はい、リカバリー、でこの時方向と気象ね、はい、まあ、一番大事なのはピッチを下げることね、はい、うん、で60乗ったらったら上昇、はい、じゃあもう一回やってみようかね、はい、まあ、これ授業だけどね、はい、だいたいね、機種を下げるときに目標を掴んでくのね、はい、ゴルフ場の右側だよね、はい、あそこ機種もうガタガタと来たらあそこに向かってくって癖つけてね、はい、そして方向ずれないから、はい、はい、じゃあ2000フィート、はい、表現セットでね、はい、では減速しましょう、はい、で左下げて
でその分右手で支えて高度を変えないのね。はい、はい、高度を変えない。そう、あ、下がりそうだったらこうやって右手上げればいいのね。はい、わかる。はい、でこの状態で、はい、右手をそのままで左だけ使っていくとブレーキかかる。はい、はい、でここで一旦対地速度ゼロに移行するんですね。はい、今ほとんどホバリングやってるよね。はい、でもまだ待機速度ではゼロになってないから、ここから機種を上げていきます。はい、これ機種を上げます。はい、機種上げ、はい、それでこの段階でガタガタって今来てるよね。はい、来ます。これが調光ね。はい、そしたらピッチ下げ、はい、ピッチ下げで両右手も下げていく。はい、はい、はい、それで60ノットまで加速する。はい、はい、で上昇ね。はい、上昇。はい、で2000まで上がって科目しようよと。はい、はい、じゃあこれで終わりです。はい、はい、じゃあ帰りましょう。はい、ライフサイドクリア。はい、バイクさん。